今回ですけども PS5 のコントローラーを分解していきたいと思います。分解方法とメンテナンス、あと部品の交換などの修理とか故障しやすい箇所などの説明などもしていきたいと思います。こちら PS2 から PS5 のコントローラーですが、まあ、何台も修理してきているので、まあ、修理屋ではないですがある程度はベテランです。用意した道具はこちら、ドライバーにピンセット、爪外しにピックに無水エタノール、あとグリスとエアダスターと接点復活台と綿棒とブラシ。まず故障の症状に多いのは十字キーやボタンが反応しなかったり反応が悪い、スティックの戻りが悪かったり、ドリフトのような症状が起きる。LR のボタンが反応しなかったり、チャタリングが起きる。チャタリングとは接触不良でオンオフを繰り返すような症状。では早速分解していきますが、強引に外したりすると簡単に割りますので、まあ、力などは使わずゆっくりね、丁寧に作業します。傷は一切つけませんのでご参考にしてください。ではまずね、L1、R1 を外します。爪外しはピックで押し上げれば簡単に外れます。次にグリップの底部分。こんな感じで軽くめくって、まあ、隙間ができたらサイドの隙間からピック等で爪を外していきます。まだ爪が噛んでいるので少しね、強みを仕上げます。はい、まずはね、こんな感じです。じゃあ次にネジをね、4箇所外します。じゃあ次は外側のカバーを外していきます。まずここに爪があるので浮かせてスライド。裏側のカバーを少し浮かせて、浮かない部分は少しピックを入れます。はい、こんな感じ。中が見えたらまずはバッテリーを外します。まずこのカプラーコードを外しますが、無理やり抜かないで左右に揺さぶりながらゆっくりと抜きます。次にこの黒いカバーを外します。まずね、マイクがついているのでケーブルを抜きます。で、中心のネジを1本外して、
はい、次にフレキシブルケーブルを渡します。4箇所ですね。マクロで見るとこんな感じ。出っ張りがあるのでピンセットで抜けますね。これは左右にあるフレキケーブル、この部分を引けば大丈夫です。上側のやつは引っ張り部分がないので左右のくぼみから押し上げていきます。抜けましたら左右のネジをね2本外します。ではね基板を外します。表側から押し上げて持ち上げる感じ。スティックを押すと持ち上がりますね。バイブレーションのモーターがつながっているので注意してください。基板を完全に剥がしたいときはハンダをね剥がす必要があります。じゃあ次は上部のネジを2本外して、白いパネルと透明のパネルを外します。はい、こんな感じでね、黒いカバーは持ち上げればね、外れると思います。はい、こんな感じでね、分解完了。では、メンテナンスと故障しやすい箇所と修理方法などの説明をしていきます。まず十字キーと4つのボタン、これがラバーパッドで、これが十字キー。まず汚れなどで反応が悪い場合もあるので掃除します。汗などが浸透して垢がたまるとすごいことになっています。飲み物をこぼしてネバネバな状態も結構あったりします。ブラシや無水エタノールを使ってきれいにするといいと思います。特にパッドが汚れていると反応は悪くなります。かなり強めとか反応が悪い場合はパッドの縁に亀裂があったりすると思います。まあそうなった場合は寿命ですね。パッドを交換すれば治ります。 Amazon とか楽天で見つけてね買ってください。こちらのボタンも基本的に同じです。ボタンの押し込みや戻りが悪い場合はここを掃除すれば乗ります。側面がベタついているとそうなります。やはりパッドが切れている場合は交換ですね。よく見ないとわからないので注意してください。
タッチパッドの押し込みスイッチ、この部分カチカチするか確認、反応が悪い場合はこちら接点不活剤をスプレーします。潤滑スプレーを代用する方もいますが、こちらの方がいいですね。スイッチにスプレーしてカチカチしてください。カチカチする場合は比較的ね治る場合が多いと思います。この辺のボタンも同じですね。表側にしてこの部分も接点なのでここも掃除します。では次に基板側、まずここにゴミが溜まっていると動きが悪くなるのでエアダスターで掃除します。動きを確認してみて接点不活剤をスプレーします。スティックはこの部分、押し込みは下側、それでも回転しない場合はスティックに関しては部品交換か新品を買い直し、次にシャッタリングが起きる場合、まあ勝手に反応したり暴走する場合ですね。このフィルムの配線と基板の接点にね問題がある場合が多いと思います。この部分が微妙に基板から離れると暴走します。この部分です。汚れている可能性もあるので掃除はしておきます。フィルムを持ち上げると中にクッションテープが貼ってあるので、これが沈んでしまってもチャタリングを起こします。一度剥がして付け直したり代用品を使ったりしても治る場合はあります。カバーを閉めたときに全体をこのクッションで押さえ込むので、このクッションがずれたりしてもダメ、少し厚めのものにすると治る場合もあります。ではこの部分も綿棒とエタノールを使ってね掃除します。LR ボタンもパッドとフィルムケーブル、掃除方法は同じです。メンテナンスで直せそうな部分はこんな感じだと思います。ではね組み上げていきます。
体フレキは手でもいけそうですね。最後のカバーは簡単に入りますので無理やり締めないでください。締まらない場合は何かね問題があると思います。この黒いカバーはスティックを少し動かして少し奥に押し込む感じ。L1、R1 は強めにはめ込むだけで入ると思います。はい、組み立て完了。傷などは一切ありません。手順を踏んで丁寧に扱えば壊すことも傷をつけることもなくできると思います。こんな感じとなりますのでご参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。